こんばんは。こんばんは。中村舞です。ハートありがとう。お疲れ。愛してる。尊い。結婚して。クマ。コウモリありがとう。これハロウィンやね。ハロウィンギフトや。こんばんは。中村舞でーす。10月そう初めてです。バラありがとう。10月始まりました皆さん。こんばんは。やっほー、お疲れ。10月もよろしく。かわいい、ありがとう。今日は座ってるよね。座ってるよ、ほら見て、体育座りしてる。かわいい、ありがとう。どうもどうも、ありがとう。よろしく。10月、10月はちょっと今のところイベントが10月10 19日だったかなの福山のフェスっていうか、なんかイベントと、あとは愛媛の10月6日にある愛南町ってとこであるお祭りくらいかな。福山のそうハロウィンイベントは今、あ、明日は確かに、明日ね、明日もありますよ。公園ないかな。公園は今のところね、なさそうですね。明日なんか10月な気がせんかった、全然。なんかまだ全然10月って感じせんのんやけど。暑いから、え、暑いよね今日。暑かった、なんかめっちゃ暑くてびっくりした。夏だよ。30度、うん、超えてるね、暑すぎ。あの秋がないんで、だんだん秋がなくなってるんですよ。あの夏秋冬じゃなくて、夏秋冬みたいな。秋は一瞬でどっか行く。ありがとう。ありがとう。鼻だれ？わ、鼻だれ。鼻だれって。次なんだ、10月5日は出ないからねえ、ちょっと公演の予定がないや。わかる、ありがとう。結婚してくま、ありがとう。千秋楽って来ないのかな。千秋楽はいずれ来ます。まだ来てないだけで、千秋楽いずれ来ます。11月、そのさ、東京の花だれが終わるまではないんじゃない？
10月の目標か。まあ寝すぎないっていうかなと思ったんですけど多分いっぱい寝ちゃうので、ありがとうございます。服を買う、服買いたい、決めきれん。11月7の花ドレは多分出ないかもです。わかんないや、ちょっとわかんないまず何も聞いてない。ありがとう。スケジュール管理どうしてるの？大変ですよ、スケジュール管理は。もうなんか本当にここは絶対に入れたいっていう予定とか、まあ、歯医者とかそういう予定は本当にもう先にマネージャーさんに言って、でも被っちゃったらまあもうずらすんですけど、なんか結構予定入れるの結構難しくて、なんか賭けで入れます、いろいろ。なんかまあこの日はどうだろう、今のところ入ってないから入れてみるかみたいなだから当日が一番、今日は休みだからなんか入れれるとかだったらいいけど、なんか予約系ってなんかそうはいかないじゃないですか。ギャンブラー、マジでね、賭けで入れてます。リアルお話し会も難しい時が、でもね確かにね、先の予定出るもんね、もう何ヶ月も先の。ありがとう。でもこれで本当にソラハがいっぱいご飯とか誘ってくれるんですよ、あの LINE で。舞ちゃん明日空いてるとかって誘ってくれるんですけど、本当に予定が合わなすぎてマジで何回も断っちゃってて、今連続でもう申し訳なくって、すごい行きたいのに明日仕事だとか結構重なってて、そうなんか合わないんよね。そうなのよ、気まずい。全然気まずくなることはないですよ、気まずくなることはないけど、そう合わないの。8周年間の予定は予定通り。そうだよ、8周年コンサートはでも3月20日4月5日と6日からは動きませんやっぱり8周年コンサート何月何日ですはないです、大丈夫です、絶対に変わりません。もう会場を抑えてありますね、はい、延期？分からん、延期になる？分からんね、分からんけど、それは分からんけど、あのやっぱりこの日にしますはないです。なくなる、なんか延期とか中止とかは分からんけど、そんなあの急遽なことは知らんけど、わかんないよ。だってさ、なんだっけ、なんかのコンサート延期になったよね。なんだっけ、5周年コンサートか延期やったっけ。5周年だったっけ。なんかね、そうそう、コロナ時期はありましたよ。結構みんながコロナになっちゃった時に、さすがにちょっとできないなってなった時は、
ありましたし、何があるか分かんないんで、そうありましたありました。ありがとう。チケット先行予約いつ頃だろう。まだ先なんじゃない、来年のことだもんね。4月5日6日ってさ、私誕生日の次の日、なんかあのこの間フェスの時に告知させてもらった時に気づきました。4月5日6日結構あれですね、情緒不安定の時期です。もう誕生日、いや半年先なんですよね、その8周年コンサートが。もう告知が早すぎて。そうなんです。本当にもうすぐ。ありがとう、このペンライト。あとも今年もあと3ヶ月か。私なんかさ、行事事があんまり好きじゃないからな。やだーやだよー。なんかクリスマスからの正月とか本当に得意じゃない。ファンイベント年内あるのか。うわー、これねやりたいって言ってるんだけどね、タイミング的にね、うわどうだろう、わかんないんですよね。今週末初めてエステのライブ行きますと思ったら中村さんがいない。中村がいる時も聞いてくださいお願いします。ギリギリあるか、年内イベント。いやその瀬戸内でもやりたいってのはまあ言ってて、でもそのちょうど秋に東京いるから、まあ帰ってきたらできるのかな、でもわかんないなぐらいです。まだちょっと ありがとうございます。でもまだわかんない、わかりません。東京であるか。いやでも私どうなんだろう、稽古期間は稽古って感じなのかな。私もちょっとさ、こういうさ、こう稽古期間ガンっていうのが初めてなんで、どういう感じかも分かんないんですよ。そのなんか前のアイドルズの舞台は稽古期間じゃなくって、全然自分たちの活動しながらちょこちょこ東京行って合わせたりしてて、なんかこうがっつり撮られてた感じじゃなかったので、分かんないんですよね。あんまり稽古ってオフあるのか、え分かんないんですよ。うんねえ分かんない、そのオフあるのかな、どうなんだろう、全然分かんない。その舞台の感じはよく分かりません。
ラーメン、ラーメン行こうかな。あ、共演者の人会ってないね。まだ会ってないです。どうやろう、ちょっとよくまだつかめてない。本当にあの乗り越え乗り越えないとって感じで、今東京じゃないよ、今は広島。あとありがとう、あとありがとう。そう、バレエミュージカルです。なんかね、バレエミュージカルの話はめっちゃ前の前々から聞いてたんですよ。まだまだじゃなーとか思ってたんですけど、早く来ました本当に早かったです。もう迫ってます。不安、うん、不安すぎ。なんか STU からもう一人ぐらい誰か出てほしい。一緒に一緒に仲間をなんか多分私さ、なんかいろんなとこでさ、こう結構こうなっちゃうんです。ハートありがとう。バレエと言ったら、アンピー、アンピー、あれ、ノアピってバレエやってたっけ。なんかノアピっていろいろやってた気がした。バレエもやってたのかな。あとね、もうやめちゃったんだけど、3期生の子いたよ、バレエやってた子。ありがとう。おきちゃん家に泊まりに行こう。え、おきちゃん家？おきちゃん家まだ一回も行ったことないよ。東京のおきちゃん家だよね行ったことないです。入れてくれるのかな。どうだろう。でもちょっとおきちゃん家まで行くのがちょっとあの大変だから、おきちゃんが来てほしいあの私さ、あのホテルもなんですけど極力出たくないんですよね、あの外に。あの何ですか、割と引きこもるんで、あの出てきたくないんで、おきちゃんが来てくれないかな。呼びたい、おきちゃん来てにしたい。
東京散策は一人じゃできないな、なんか私一人丸々全然平気なんですけど、一人東京散策結構厳しいかも。分かんなくなりそうだな。だし、なんかの時に池袋に行ったんですけど、池袋の駅のとこになんか池袋のパルコがあるんですよね。で私なんかお洋服をね、買いたくって、東京とか行ったらもういっぱいあるじゃないですか、いろんな種類のブランドとか。だからお洋服見たいなと思ってパルコのとこ行ったんですけど、入り方が分かんなくて諦めた入り方どうやって入るんかなって分からんくて、入らずに帰りました。目の前まで行ったのに、なんか入り口が分からんかったよね。入り口あるやん。そうなの？どこに入り口あったのかな。なんかよくわかんない。あそこむずい。むずいと思う。結構複雑だと思う。なんかねよくわかんないんだけど、どっから入るんだろうと思って諦めたんだよね。結局なんか見ずに帰っちゃった。入り口はあるけど出口はないなさ。一生パルコだ。一生パルコです。パルコっていろんなところにあるからすごいよね。いっぱいあるパルコ。駅とつながってない。そう駅とつながってんの。もう訳わかんないからあれ。ありがとう。行ってみたい場所、夢の国夢の国に行きたい。なんかもうずっと行ってないんですよ、ユニバとかも。なんかこうなんですか、遊園地系の場所ここも行ってない。行きたい。一人は無理。最後に行ったのいつかな、高校生かな、高 3？ 夢の国は高3です。なんで何年前だ、6年7年前ぐらい。もうでも多分その頃とは仕様が変わってるから、どうやって行くか分かんない。修学旅行じゃない、卒業して、高校卒業してぐらいのタイミングで行ったの。卒業、卒業が決まって多分2月とかに行ったんかな。3月が卒業式で、2月ぐらいって多分なんか自由登校でもう結構休みが多いんですよ。だから確かその時に行った気がする。STU になる前、制服ディズニー、制服ディズニーしたよ。普通に学校の制服着ていった。卒業旅行や、
卒業旅行はパス しなかった。あーパスしませんでした。全然行きましたよ。クラスメイトと、そうそうそう、クラスメイトの子、うん、2人で行った、あの高校3年間同じクラスでずっと仲良かった女の子がいたんだけど、その子と行きました。写真残ってると思う。なんか学校の制服着てるから何とも載せがたい写真だからさあれなんですけど、塩対応の子、寿司の子、そう塩対応の寿司の子。もう私のルームでは塩対応の子って通じてる。ありがとう。まあ、ありがとう。塩対応でもそんなに最近感じんけどね。たまに連絡取ります。もうその子ぐらいだな。やっぱなんかさ、どんどんさ、メンバーじゃないや、周りがさ、クラスの子とかも社会に出たらさ、なかなか連絡取らなくなったりするよね。友達が減ってく？減ってはないよ。ただ連絡する頻度がね、ちょっとね、あんまりになったりしますよね。まあしょうがない、普通のことですよね。通じてありがとう。結婚式呼ばれたら10万くらい用意してね。あら、なんか割り切れる数字ってダメなんじゃないんですか。まあ割り切れた方がさいいかもしれないけど割り切れる数字ダメなんでしょ。私結婚式行ったことないけど、なんかそれはなんかこのルームで知った気がする。11万、高すぎ？え、分からん。ちょっと待って、私のなんか感覚高くない？9万も高いよ。え？高いよ。全然高いよね。感覚わかんないけど。3万ぐらい？3万だったら取り分1万5千円ずつです。そう、3万割り切れるよ。山分け方式。取り分って何？え、取り分じゃない。ありがとう。半々なのが優しい。そうでしょ。割るな。じゃあ割らないようにしないと。
つになるのに山分けはあかんや。お金は一つになっちゃダメですよ、絶対に。絶対ダメでしょ。え？お酒じゃない。お財布は、お財布はね、一つにしちゃダメです。財布は別々。お財布握らないのか。え、私なんかやだな、わかんない、どうなんだろうね。知らないけど、ちょっとよくわかんないけど、握りたくないな。別々派なんだ。え、わかんないよ。まゆちゃんからお小遣い渡されたい。今月は3万よみたいな。少なすぎだよ。いやいや、嫌ですね、私は。なんか増尾さん、あ、でもなんか増尾さん小遣い制ですよね。え、そうだよね。波平もそう、あ、波平もそうなの？船さんが管理してるんだ。野原ひろしも、え、そうですよ、野原ひろしさ、あのミサイが管理してるけどさ、多分野原ひろしさんはさ結構稼いでるんですよ、お金を。けどさ、あんまりお小遣いもらえてないんだよ。なんか少なかったはず。なんかさ、ミサイさんが結構厳しい。うん、ありがとう。野原ひろしね。自分でへそくり作ったりするね。え、そうなの？でもなんかひろしは優しいみたいな、なんかそんなさ話を聞いたことがある。なんかミサエさんが野原ひろしさんのあの給料1ヶ月分をなんかなくしちゃったみたいな、けどなんかひろしはまた稼げばいいんだみたいな、すごいなんか優しいみたいな、そんななんか話があった気がする。有名な話だよねこれ。いい、ありがとう。丸ごとなくすってすごい。まあ確かにね、どこ行ってきたんやって。振り込みじゃないのかなって。落としたの、え、よくわかんない、落としたのかな。
家持ち尊敬するって。確かにね、確かに。ローン、ローンなんじゃない、何年ローンとかの家。35年ローンなんだ。35年ローンってことはさ、例えば私が今家買ったとして35年ローンだったらさ、60歳でお金全部返るってこと？そういうこと？みんな大体そう。あ、そうなんだ。一軒家がいいの？いや、一軒家別にもうなんか何でもいい、私家なんかね、あんまりねこだわりなんもないよね。この今住んどるところも、あの私が決めたんじゃないよ、お姉ちゃんが決めたんよ。あの全然自分関わってなくて。そうそう、マンション、マンション、マンションでも何でも。なんかあんまないかな。あ、そう、コンビニとかなんかが近いのがいい。あの何ですか、うん、あんまり遠出したくないんで。がいい、コンビニが近くがいい。あースーパー、まあ、スーパーでももう何でもいいや、なんかなんかお店が近くにあったら何でもいいかな。え、何でもいいかもしれません。うん、あと気にするのはあのなんかそうですね、うーん、収納があればいいかなみたいな。物いっぱいあるんで、はい、収納があればいいかなぐらい。田舎と都会は、なんかわかんないけどどうなんだろうね。どっちも多分良さがあるし、どっちもデメリットもあるだろうし。ありがとう。いい、ありがとう。なんかさ、でもお店でさ、うわ家の近くにいっぱいこれ、なんか住む前はね、わこれあるわこれはあるわ今度行こうとか思ってたけどさ、そういう近すぎるとこほど意外と行かなかったりするんだよね、ご飯とか。なんかなんでかわかんないけど、めっちゃ家の近所にあるのに行かないみたいな。なんかコンビニとか別で、なんかそうご飯系とか
がとう。いつでも行けるかもっていう気持ちなんかな。なんか意外と近くにあればあるほど行かなかったりする。なぜでしょう。はい、ありがとう。外食するよ、全然。めちゃするよ。一人でも結構するかな。お姉ちゃんとも行くけど、家の近くにジローあったら行かなくなるの。いや、行くんじゃないそれは。わかんないけど。うわぁ、ジローが家の近くにあったらもうやばいだろうな。本当に行くんじゃないかな、それは。どうだろう。でも最近食べてないの。我慢、結構我慢してる。だって帰りとかにさ、ね、ジローの香りがさ香ってきたらもううわーってなる。ジロー太るか、いや、なんかむくむかな、うん、結構塩分が多いと。あとね、あれ、ニンニクが、いや、気にするかな、ニンニクの匂い。うん、ね、ニンニクを入れなければいいって思うじゃないですか。ニンニクなしで頼めばいいじゃんって思うかもしれないけど、もうスープが多分ニンニク入ってるんですよ、もともと結構。なんで、あの、ニンニクなしにしても多少なりとも、あの、ニンニクの香りします。普通の合間に二郎行ったよ。でもなんかどうしてもなんて言うんですか、ラーメン二郎は行ってみたかったんですよね。でもその後取材でもうめっちゃ自分で食べたくせに自分で気になっちゃって、取材が終わった後に、実は二郎食べたんですけどなんか匂いましたかみたいな言ったら、え、全然あのニンニク匂わなかったですよみたいな言われて、本当ですかっていう、なんかすごいめんどくさいやつみたいな会話して自分からカミングアウトして本当ですかとかってめっちゃ疑って、それお世辞じゃないですか、本当ですか、すごいめんどくさいですよね。気遣ってくれてるんじゃないか、確認。ありがとう。ニンニクね、そう好きなんでね。姉急に、めっちゃ言われたことある、嫌な記憶が思い出さんようにしよう。お姉ちゃんにめっちゃ言われたことある。
松屋で二郎っぽい牛めし始まったみたい、その名も松郎ね。ちょっと気になる、行きたい。二郎っぽい牛めしって何なんだろう、背脂が乗ってるみたいな感じなのかな。松郎いいな、食べたい。味こそ、私味濃いの大好き大好き大好き、背脂も大好き。もやしとか乗ってるの、いや想像できない全然。牛飯なんでしょ。ちいかわの二郎系、ちいかわの二郎系あるよね。でもめっちゃラーメンの話ばっかりしてあのちいかわの二郎系あるんですけど、結構お高めだったな値段が。なんかで見たよ、1600円ぐらいした気がする、小ラーメンでも。そう、なんかちいかわの二郎系ラーメンがあるの。なんかちいかわのアニメで二郎系ラーメンが出てくるんですけど、結構なんかちょっとお高いなと思って。あ、コールはなさそうな気がした。え、コールあるのかな。え、ガチ二郎なのあれ。当たらないから店入れない。え、なんか抽選とかあるの。え、なんか結構モリモリな感じだったよ。ノベルティーついてくる。へえ、そうなの？食べたら？それはまあするね。だったら全然当たらない。え、なんか行こうとしてる人いる。え、そうなんだ。え、私も行きたい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 。事前申し込み制。へー、そうだよね、混雑するもんね。パルコ？え、パルコにあるの？だ、どこのパルコですか？あ、渋谷のパルコなんだ。そうなんだ。パルコか。池袋は入れないからどうやって入るか分かんなかったから。すごいね、伏線回収したねパルコ、すごい。渋谷、え、私渋谷のパルコがどこにあるのかわかんない渋谷のパルコってどこにあるんですかね、全然わかりません。そんな詳しくないから。渋谷はあの109しか行かないからわかんないんですよ。わかりません、入れないよか。嘘、109、おきちゃんと、しかも全部おきちゃんと109全然わかんない場所は。ちょっと109から近いんだやっぱりね、ギャルに憧れて沖前はちょっとね、ギャルに憧れて109に行きがちなんですよ。面白い女ってすごい掛け軸、ありがとう。ああ、いやん
タンスがちょっと映っちゃったわ。キャーン。かわいい、ありがとう。ロイヤルマッチのテレビ CM、 もうね、聞いてほしい。ロイヤルマッチもなんだけど、なんか私すんごいいっぱいいろんなゲームの広告が流れてくるんですよ。なんか何ですか、こう最初広告が流れて、でそしたら今度なんかそれを一回ちょっとだけ試しにやらないといけないみたいなのがあって、でそれでこうスキップみたいなのができるんですけど、なんかそればっかりしてたらなんかだんだんそのゲームが取りたくなってきて、でも私ここ何日かでアプリ7個ぐらい入れて、でなんかピザ作ったりとかもう無料でずっとね、ひたすらね広告を何回も見てピザ作ったりとか、なんか鉛筆をこうビャーってやったりとか、あとはなんか飲み物をこう同じ色に入れるやつとか、もういろんな、なんかその広告ゲームばっかりしてて本当にうん、全部もうしょうがないなって、か全部アップデートじゃないけど、アップロードなんだなんだっけアップロードあダウンロードして、で自らやってるんですよ。兵隊みたいなの、あれじゃないの、ババ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 、どっちに行くかみたいなやつ違う、もういっぱい出てくるの。あとはなんかなんだっけな、よく見る、よく見るよね。あとはね、なんか魚をいっぱい食べて大きくなるみたいなやつとか、あとはなんかトランプのソリティアとか、もうめっちゃ出てくるの。でも全部見るたびに撮ってたらもうすごいことになって、おすすめはなんか鉛筆作るゲーム本当に無心でやる、キー切ったり、めっちゃわかる、キー切って売るやつでしょ、キー切りに行くのカンカンで、なんかそしたら今度稼いだお金でいろんななんか機械とか、あと人雇ったりしてどんどん大きくするのとか、あとはなんかお肉借りに行ってお肉売るゲームとかめっちゃ広告出てくる。わかる、この多分みんなさ誰か見たことがあると思う。そう、シロクマをなんか倒してお肉にして売るゲームとかいっぱい出てくるの。卵売るゲームもこの間なんかね、そう広告出てきて(笑)あとね、ホテルの清掃するゲームとか、なんかあとはね、なんだったっけな、うわなんだったっけな、ゾンビと戦うやつ、うわそれ何、ゾンビは私ちょっとあんま出てこないかも。広告にめちゃくちゃ、もうやばいよ私ね、この流れでロイヤルマッチハマったから、58分だよ、やばい大変、ちょっと壇上呼ぼう、ヨッシーさん、うまちゃんさん、待って、壇上変わった、待って、マサさん、どこよさんお花ちゃんサムさん、南波のひさとさん、うまちゃんさん、くまねパパさん、ダレンさん、きのぺこさん、がんばレッドさん、考えなしさん、太郎くんさん、東京のスワンさん、1位はドルドドン、福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました。実はまだお風呂に入っていないので、私はこれからお風呂です。お風呂タイムだ、いやー、皆さん10月もよろしくお願いします。明日は水曜日です。
おやすみなさい。また明日。トリックアトリート。ハロウィン、ハロウィン。10月だよー。おやすみ。また明日。お疲れ様。